フィレンツェのサンロレンツオ聖堂にあるジョバンニディビッチでメディチ夫妻の筆にジョバンニディビッチでメディチは15世紀初めのフィレンツェのメディチ家当主で一族の繁栄を築いた人物ローマ教皇庁とのつながりを深め銀行業で成功した父は羊毛省のアベラルドディメディチ一族の銀行家ビエリィ・カンビオの下で実力をつけていった1386年には ベローナ出身のピッカルダブエリと結婚し、4人の子を、儲けた。序盤には、教会大分裂期の1397年、ローマにあったカンビオの残した銀行の一つを、出身地のフィレンツェに移す。これが、事実上のメディチ銀行の創設となる。ローマ・ベネツヤなどへ、支店網を広げてゆき、ローマとアビニョンに分裂し、対立の続くカトリック界に介入して、数期境、 バルダッサーレコスサを支援し、対立教皇ヨハネス23世として即位させた。これによって1410年には、ローマ教皇庁会計員の財務管理者となり、教皇庁の金融業務で優位な立場を得て、莫大な収益を手にすることに成功した。ヨハネス23世は、コンスタンツ公会議で廃位となったが、メディチ銀行は引き続き、ローマ教皇庁での地位を保った。この間、 フィレンツェの正義の騎手や外交大使なども歴任し、社会的な地位を高めた。その一方、1422年にローマ教皇マルティノス五世は、モンテベルデ博の称号を授けようとしたが、序盤には政治的な配慮から借位を辞退し、一市民の立場に留まった。1429年に死去した時、離散したメディチ家の一族、教皇代理、諸外国の大使、 フィレンツェの有力者たちが産出し、メディチ家の社会的維新、一族の統合を知らしめたという。フィレンツェのサンロレンツォ制度をに妻と共に埋葬されている。ジョバンニの長男、コジモの第二、フィレンツェにおけるメディチ家の実質的な支配体制が確立する。また、コジモの血統が断絶した後、次男のロレンツォ・イルベッケオの子孫がトスカーナ大公国を起こした。ありがとうございます。